いみんな、おはよう、ダイヤモヘル、ということで、本日も始まりました無駄なしまかない道場のお時間でございます。今日何やるのっていうことなんですがですね、じゃじゃーん、スーパーの安いサーモンを激うまにしてしまう方法ね、やっていきたいと思います。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃん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 、安いよこれね、267ジロッチですよ、ジロッチ、ね、はい、それではね、早速野球をやってまいりましょう。サーミン最高だから。はい、それではですね、早速薬局ですね、スコーパー金婚簡単やってまいりましょう。はい、まず水ですね、じゃんじゃがじゃんじゅんじゅん。はい、今日はですね、塩分濃度 3.5% ぐらいね。お前難しいな、お前なんだよ 3.5% っていうのは。だいたいいつもは 1% なんだけど、今日は 3.5% ね、ぐらいいきましょうかね。はい、それではね、塩ガッツ伊之助ですね。はい、ガッツ、これあんま入れすぎちゃうとサーモン辛くなるからね、気をつけてよ。はい、 3.5% ですね。はい、あとはね、トキトキトキンコトキリーノキですね。はい、トキトキ 3.5% ってちょっと海の水よりやや甘い感じね。はい、なんで 3.5% なのかっていうことなんですが、これ氷水作るんですね。うん、で氷を入れた時に大体 3% ぐらいのね、塩分濃度になるぐらいの感じでね、お願いいたします。それではね、氷の方をぶち込んでまいりましょう。あ、製氷機がねあるんで、うちもう氷バン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 チューティーですよね。はい、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃんつっつーね。はい、こんなもんでよろしいかなっていう感じですね。はい、それではね、もうちょっと水入れて、まあ、3.5%、まあこれ氷が溶けて 3% ぐらいになるわけなんですが、 3% の塩水ってどんな感じなのっていうことなんですが、まあ、要するに1リットルの、ペットボトルね、水ガッツン入れて、30g ってところですかね。だから 3.5% だったら、35g って感じですからね。はいね、この安いこのサーモンが極上になるからぶっ込むこんだけよね。はい、そうしたらね、臭み消しにね、モンレですね。はい、モンレをね、10分の1カットぐらい、これ入れすぎちゃうとあのサーモン白くなっちゃう、締まっちゃうからね、気をつけてね、締まるって酢で締めたみたいになっちゃうんで、白くなっちゃうんでね、気をつけてください。はい、これをね、じゅじゅじゅんじゅんのつけとで、ぼっちゃんとね、はい、こんな感じでこれで15分ね、浸しておきます。それではね、また15分後にお会いいたしましょう。プリー、はい、ということで、ただいまですね、15分がね経過しました。もうこれでね、もうプリプリのね、美味しいサーモン刺身になっております。簡単だね今日はね。はい、それではですね、この水気をね、よくリードペーパーとかキッチンペーパー関係、まあ綺麗なねダスターとかだよね、もうがっつりとね拭き取りましょう。はい、もうね、この触り心地が全然違うのよ。もうプリってるなあ、プリプリプリン食べたいってことね。はい、そうしたら、よく拭き取って、あとは刺身にするだけですね。はい、それではね、刺身にしてまいりましょうか。はい、それではですね、この紙でね、まあ、紙というかペーパーでね、もう水気をたっぷりと拭き取って、たっぷりというのはもうね、完全に拭き取ってくださいね。はい、バッツンバッツンバッツン、リノスケですね。もうね、触り心地が違うのよ。香りどう？うん、全然レモンの香りはしませんね。はい、はい、そうしたらね、お刺身にしていくわけなんですが、今日はね、漬け丼にして食べようかなみたいな感じですね。はい、それではね、切ってまいりましょうか、ね、どうしても端っこの方はちょっとね、三角形ぐらいになっちゃうんですが、大体こうね、見にくい、はい、だいたいこのかかとからちょっとここぶつかっちゃっていかないんですけど、ここでできんかな。はい、このかかとから切っ先に何こうスライドさせていくみたいな、わかるかな、こんな感じで最後エッジをつけるみたいな、こんな感じですね。はい、それではね、ガッツリーナとね、はい、最後来たら、あ、ちょっともうね、すごいよ、プリプリ。はい、こう来て最後エッジを効かせるみたいなね。はい、お刺身はさ、まあまあこういう風に切っていくんだけど、今日漬け丼ということで、まあまあ寿司ネタっぽい感じでね切っていきます。元からかなり三角形なサーモンなんでね、
はい、ガッツリーナと。でこれ切り終わったら今度ね漬け丼のタレ作るからそこもね、要注意要注意ってなんだよみたいな、そこも必見必見なんでね、見てください。最後立てるみたいな感じ、こんな感じ。もう一枚ぐらいやっとく、ちょっと分かりにくいかな。はい、かかとからズボ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 っと来て、最後は包丁立てるような感じでエッジを効かせるみたいな、こんな感じ。うん、はい、こんな全部食えないんでね、じゃあこれはしまっといて、それではね漬け丼のタレにつけていきましょうか。はい、それではですね漬け丼のタレですね。はい、まずわさびですね。はい、わさびね好きなだけ、バッツリだと。ちょっとお子様とかわさび嫌いなんだよねって方はね、もうこれ全然入れないで結構ですね。もうこれ大人の味なんでね。はい、そうしたらねわさび入れたらみりんが2ね、うん、ジャッパリーナと、ジャッパリーナとね、もうちょい入れた方がいいかな。先にちょっとこれわさびね溶かした方がいいですね。バッツンバッツンとね、バッツンバッツンわさびーナですね。バッツンバッツンわさびーナ、愛しのわさびーナどこに行ったんでいーね。はい、程よく溶かして、醤油も2ね、あだから11、ごめん11ね、みりんが1、醤油が1ですね。でわさびとね、な感じです。はい、わさびはね溶かした方がいいね、完全にね。うん、これちょっと甘たる辛い系なタレですね。はい、あとは切った、サーミンですね。はい、サーミンをこの中にぶち込んでね。はい、こんな感じでね、冷蔵庫で30分寝かせます。時間かかるね今日ね、まあ、美味しいサーモン食べるためにはね、こんぐらいしましょう。でもこのサーモンね、もうこれ時点でいつものもうこの肌触りっていうの、食感、触る方の食感ね、でも全然違うから、高級サーモン来ちゃったよこれね。はい、それではね冷蔵庫で30分ね寝かせましょう。はい、ということですね、サーモン漬けですね。はい、30分漬け込みました。それではね、早速焼き込みサーモンディーンですね、作ってまいりましょうか。はい、まあこれお好みなんですね。卵ですね。はい、卵の黄身ね、はい、黄身だけにスコルバ、黄身だけにスコルバということでね。はい、ここにねレーターですね。レーター、サーモン入っちゃっていけないからね。はい、レーターちょこっとね入れてね、はい、混ぜ T に混ぜ B につけですね。はい、混ぜってラーメンスープかいこれね。はい、こんな感じになりました。それではね、ここに飯をね入れていきます。はい、ただいまですね C 名ですね持ってまいりました。あとはですね、もうこのサーモンね、ガッツン並べるだけですよね。いや、よくついててうまそうだよこれね。こんな感じで、いやもうなんかごっくんってなんかもうよだれ出ちゃってますよこれ。よし、あ、ちょっとサーモンこれ一周できないね、丼でかすぎてね。まあ、いっかね。はい、こんな感じでお願いいたします。ついてるね、ついてますいい感じですよ、すごい弾力あるね。うん、はい、こんな感じでよろしいかな。はい、こんな感じですね。はい、そうしたら、はい、お分かりですね。もうグリーン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 とね、グリーングリーンとね。はい、ここに何をぶち込みのっていうことなんですがね。はい、大葉でもぶち込みなですね。はい、大葉ぶち込んで、ね、ちょっと穴開けていただいてね。はい、君だけに、君だけに、はい、ということで君だけに、あとはねもうお好みで孫ですね、孫でも海苔でもね、好きなものぶっかけて、最後にねちょこっとレーターね、はい、ちょこっとレーター、タラリーナと、もうちょいかね、タラリーナと。はい、これでね、極上サーモン丼完成となります。それではテーブルの方に行って、もガツガツつるりんごで食っちゃうからこれ。はい、おいん、はい、ということでただいますねテーブルの方に、こいつですね、サーモン漬け丼ですね、サーモン、スーパーのサーモンを激うまにしてから、さらにの漬けですね。はい、お好みでね、バツバツ一味唐辛子、七味唐辛子ね、つけてください。まあ、わさびがちょこっと効いてるんでね、非常に美味しいと思います。それではどっから行こうかなみたいにね、ついてるね、これですよ、うまそうじゃない。おお、ちょ、へへこれですよね、こう、この黒いのなんだろうね、これね、わさびかなんかだろうかな、模様、
ただきます。うん、おいしい。もうね、260グラムのサーモンと思えないから、マジですごいうまいよ、うん、この歯ごたえ。あ、すごい安いサーモン、歯ごたえないんだよね、案外ね。で、切っててもボロけちゃうしね、そこはあれだね、うん、3% の塩水ですよね、効き目ですよね。プラスこの漬けだれ、これがもう最高だから、いいです。うん、おいしい。ちょっと白身もったいないんで下にね沈んでますけどね、いただきます。うん、激うまです。よし、うん、そろそろ黄身崩しちゃおうかな。うん、これでまたまったり感きますよ、これ。いただきます。いや、これ200いくらじゃん、だから半分も使ってないかね。うん、だと飯と何、わさびと、わさびチューブでいいからさ、うん、醤油みりんねえ、こんな洒落た丼できんだから、そしてなおかつうまい、ね、感じですね。一人暮らしのお父さん、お母さん、おばあちゃん、お兄さん、お孫さんね、今日飯何しよっかな、そういえばスーパーでなんかヤスリのチラシ入ったな、これサーモンのこの野郎、へえにね、うん、時にはぜひ買ってきて、ね、1人前200円からできますからね、米入れてもね、ぜひお試しください。はい、長いよ。本日の最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、スーパーで買ったサーモンをね極上にする技ですね、これをお送りいたしました。はい、本当にね、一人暮らしのね、お兄さん、お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいさんね、もうこの4月受験受かって一人暮らししなくちゃいけねえんだよっていうね、お兄さん、お姉さんね、応援しますよ、まかない道場ではね。え、なんか、ね、さっきもね、嬉しいコメントがあって、いやー、なんか7年前から見てますって、もう本当初期だね、7年前っていうとね、見てます、やっとお酒が飲める年になりました。改めてなんか見直してみると、本当にお酒に合いそうなものばっかりですぐらいのね、嬉しいじゃないですか、そのコメントがさね。え、これからもね、一人暮らしの皆さん応援しますんで、ぜひね、また見てください。ではね、失礼します。まだまだ寒いんでね、風邪などひかないようにね、ご注意ください。それでは失礼します。またお会いしましょう。じゃあねー。